ピンポン。何見とるんや。いや、つまらないゆっくり実況の特徴っていうスレを見つけて。うん、そらまた興味深いな。みんながつまらないと感じる動画の特徴を把握できれば、反面教師にして自分たちの動画の品質アップにもつながるんじゃないかと。なるほど、一理ある。それに動画を投稿してる側としては気になるっちゃ気になるな。ちょっと見てみましょうか。こんにちは、ゆっくり霊夢です。無理さだぜー。どうもうぷ主です。どうもうぷ主です。どうもうぷ主です。これは、また、絶妙なところついてきますね。投稿者さんが出てきてる動画でも、面白いやつあるし、個人的には、そこまで気にならんが、どうなんやろ。まあ、動画の世界観に入り込もうとしたら、急に、現実的な要素出てきて、目を覚まさせられる、みたいな感覚があるんでしょうか。好みもありますよね。どうも、私がうぷ主です。おい、頼む。では本日はこのゲームをやっていきます。行くぜー。イエーイ。ちょ。危ない。やめろ。お前何やってんだよ。まあまあ、これはあるあるですよね。そうなんよな。ゲームってどうしても見どころまでの間があるから、そこを埋めるのが大変で、台本思いつかない、みたいな。でも見どころに行くまでスパッとカットしちゃうと、いまいち内容が伝わらないからカットもしづらいし、みたいな。あるある。まあ私たちの動画がテンポ神なんですけどね。うちらのチャンネルが逆にテンポ早すぎて頭が追いつかないってクレーム来るくらいやからな。てへへ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜー。あれ、霊夢何持ってんの？あ、これ？木馬。なんで？さて本日プレイするゲームは。やばい、これこっちにまでダメージくるやつや。面白い台本って難しいですよね。何が面白い動画なのか分かってないけど、尺はある程度使いたいから、ダラダラと思いついた話を適当に続けがちになるんよな。あるある。なんやお前、面白いでしょ。絵の強さでゴリ押すのやめろや。こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜー。ヨウムです。フェミリアです。キルノです。キメイマルです。サクヤです。フランです。パチュリーです。ウプ主です。登場人物な。ゆっくりとかって、投稿者ごとにキャラがあるから、初見でキャラいっぱい出てくると、把握が難しくなって、見る気がなくなっちゃうんですかね。それはあるかもな。投稿者する側からすると、キャラがたくさんいると話を広げやすいし、マンネリも回避しやすいから、ついつい新キャラとか出しちゃうよな。あるある。まあ私たちはそんな登場キャラいませんけどね。なんでそんな秒でバレる嘘つくの？誰って、この人たちは最近ここに住み着いてた。ノストラダムスです。ダブクラフトです。ライプニッツです。どっから湧いて出てきたてめえら。いや、最近実体遠征の成功率70%くらいだわ。スイナさん。ふっふっふ。お前ら、そんな雑なボケじゃこの先、上には行かれへんで。このお笑いマスター、茜が、研ぎ澄まされたスマートな笑いっちゅうを、教えたるて。脳内面白いお花畑来た。なにお前、やにゃん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 。あはは、面白い。うちにももう何が面白くて何がつまらないのかわからんよ。先生は、こういう特徴の動画はそっとじしちゃう、みたいなのってあるんか？まな板ネタしてるやつ。支援やん。とにかく今回の学びは今後に生かしていくで。任せろや。不安や。